湯釜万座温泉は、群馬県安ず郡妻ま村かんにある上、新越高原国立公園内、標高1800メートルに位置する温泉。岐阜県下路市の濁り後温泉と並び通年自火曜車で、たどり着ける日本最高所の温泉である。近くには湯釜、ほら釜、水釜の3つの爆裂加工庫がある。白濁、または大濁した湯が特徴であり、硫黄成分の含有量が、 日本一の温泉である。毎分3750リットルの湧出量がある。万座温泉スキー場草津白根山山6に位置し、冬はスキーのメッカとして、春から秋にかけてはかつては湯治場として賑わった。源泉温度が高いことから、もうもうという煙を上げ、源泉地は地獄的な様子を見せ、硫黄の匂いが充満している。川床には至るところに源泉が湧き出している。 中心部の外れにある空吹きと呼ばれる水蒸気を含んだ硫化水素塩の噴出口は万座温泉の名物となっている。なだらかな山の斜面に旅館、ホテルが点在し、後輩には万座温泉スキー場がある。一帯が国立公園のため、施設増改地区などが思うようにできず、やや老朽化した施設が多い。廃業、他社に吸収された宿泊施設もあり、 2019年現在は、個人客向け営業を行っている旅館、ホテルは7軒である。長期滞在の同時客のために、自炊のできる宿泊施設もあるが、地区内は、コンビニエンスストアがなく各宿泊施設の売店しかない。また、万座温泉スキー場は映画、私をスキーに連れてっての撮影地にもなった。湯畑、バーの湯、大工湯、鉄湯、 骨蝶の湯など十カ所あまりの源泉がある。開き湯時期は不明である。周辺では、弥生時が出土している。坂の上の田村マロが鬼退治をした伝説があり、戦国時代には武士が当時に訪れた記録もある。江戸時代にも当氏場として開けていたが、あまり栄えてはいない。万座温泉が本格的に開けてくるのは、 戦後になって、西部グループによるリゾート開発が行われ、交通の便が改善されてからである。1983年2月22日、万座温泉ホテル9館から出火し、1000平方メートルを全焼。スキー客4人が軽傷を負った。硫黄で錆びた、火災放置機が作動せず、敵マークもなかった。長野原警察署と東広域西部消防署によると、 休館には満員の135名が宿泊して寝込んでいたが、雪が深かったことが幸いして、ほとんどの客が窓から飛び降りたため3時にはならなかった。2004年に発生した温泉偽装問題では、温泉を引いていないにもかかわらず、ウェブサイト上に温泉利用を思わせる表記を行っていた旅館があったと報じられた。以後、当該施設での表記は改善された。 2019年現在では、当該施設はいずれも経営が変わっている。阿賀妻線万座、風和口駅より、西部観光バスで約40分。北陸新幹線軽井沢駅より、西部観光バスで約90分。通年利用できるのは、有料道路の万座ハイウェイのみ。春季周期は、四角札高原ルートが利用できる。なお草津白根山の噴火警戒レベルの影響により、 摂政河原駐車場万座三差路間は通行止めとなることがある。2019年4月現在は噴火警戒レベル2であり本来なら終日通行止めとするところ、例外的に日中のみ通行化としている。ありがとうございます。